カルロス・デビット・フリアスは、ドミニカ共和国、マリアトリニダー・サンチェス州、ナグア出身のプロ野球選手、ウト右ミギウチ。2019年現在は、フリーエージェント。2007年にロサンゼルス・ドジャースと契約。ルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・ドジャースで、プロデビュー。13試合に登板して6勝2敗、防御率1.8139奪三振の、 成績を残した。2008年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグドジャースでプレーし、11試合に登板して1勝2敗、防御率3.8219奪三振の成績を残した。2009年はまずルーキー級アリゾナリーグドジャースでプレーし、14試合に登板して5勝5敗、防御率4.2867奪三振の成績を残した。9月から、 パイオニアリーグのルーキー級、オグデン・ラプターズでプレー2試合に登板して0勝1敗、防御率3.526奪三振の成績を残した。2010年はルーキー級オグデンでプレーし、13試合に登板して2勝6敗、防御率6.1943奪三振の成績を残した。2011年は A 級乱直下がクエックスでプレーし、12試合に 登板して1勝1敗、防御率6.1911奪三振の成績を残した。2012年はまず A 級、乱直カモンがデプレー。3試合に登板して0勝1敗、防御率12.71と結果を残せず、6月にルーキー級オグデンへ降格。15試合に先発登板して7勝4敗、防御率4.1567奪三振の成績を残した。 2013年はまず、A 級、グレートレイクスルーンズでプレーし、12試合に、先発登板して5勝3敗、防御率2.6323奪三振の成績を、残した。6月に、A 級、乱直モンガへ昇格。8試合に先発登板して2勝3敗、防御率4.1111奪三振の成績を、残した。7月に、A 級チャタヌーがルックアウツへ昇格。 8試合に登板して1勝1敗、防御率3.947脱三振の成績を残した。2014年は A 級チャタヌーガで開幕を迎え、5試合に登板後、4月にトリプル A 級アルバカーキアイソトープスへ昇格。トリプル A 級アルバカーキでは16試合に登板して8勝4敗、防御率5.01脱三振の成績を残した。8月4日に、 クリス・ペレスが、故障者リスト入りしたため、ドジャースとメジャー契約を結んだ。同日のロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム戦で、メジャーデビュー。5点ビハインドの8回表に登板し、2回を1、アンダム失点に脱三振に抑えた。2015年は17試合に登板し、うち13試合で、先発登板した。5勝5敗、防御率4.06ホイップ1.47という、 まずまずの成績を残した。なお同年、マイナーでは10試合に登板、うち5試合で、先発登板して2勝0敗、防御率3.81ホイップ 1.39SO、BB5.60 という好成績を残した。2016年は、借金の負傷で故障者リスト入りし、メジャーでは1試合4.0イニングに投げただけで、2アンダム失点の投球内容だった。 マイナーでは先発で4試合リリーフで6試合に登板し3勝3敗防御率3.95ホイップ1.18という成績だった2017年1月30日に後日発表選手または金銭とのトレードでクリーブランドインディアンスへ移籍した開幕は参加のトリプル A 級コロンバスクリッパーズで迎え5月16日にリーフ 22日に40人枠から外れた。その後もメジャー昇格はなく、11月6日に FA となった。2018年3月7日にインディアンスとマイナー契約を結んだ。29日に放出された。2018年4月23日にメキシカンリーグのユカタンライオンズと契約を結ぶ。7月23日に放出された。 2019年2月4日にメキシカンリーグのキンタナロータイガースと契約。5月21日に放出された。ありがとうございます。